こんにちは、茂木和也です。先日近所のドラッグストアに行ってきまして、こちらゴムパッキン用カビキラーを買ってきました。ということで今回はこのゴムパッキン用カビキラーのパッケージを見たり、あと手元に普通のカビキラーがありますので見比べてみたりしながらいろいろお話をしていきたいなというふうに思っております。後半では実際に黒カビにつけて使っていくところもお見せしたいなというふうに思っておりますので、解説はいいので実際に使っているところから見たいという方は概要欄に目次を貼っておきますので、そこからジャンプしてですね見ていただければなというふうに思っております。ではまずパッケージの方からチェックしていきますが、メーカーがジョンソンということで、特徴がまさにここですね。ジェルが密着というところが全てなんですけれども、普通のタイプは泡ですからね、こっちがジェルということで、まさにこのゴムパッキン、ゴムパッキンだけじゃなくてシリコーンとかコーキングに黒カビが入ると頑固になりがちじゃないですか。それはなぜかというと黒カビの根がぐんぐん中に入っていくからですよね。そうした黒カビを落とすときにカビ取り剤の中身の成分がいくらすごくてもしっかりとどまってくれてないと意味がないんですよ。落ちてくれないんですよね。ということでゴムパッキン用カビキラーはジェルタイプにしてしっかり黒カビに長くとどまってくれるようにしているというところが大きな違いですよね。こっちと普通のタイプのカビキラーで、例えば床のですね端っこにあるコーキングの黒カビにシュッシュッシュッとかけて落とそうとしても少しずつ泡がですね移動していきますよね。というのも洗い場のところの床というのは真っ平らじゃなくて排水口に向かってですね緩やかに傾斜があって、そのためにですね泡がこう移動してくるんですよね。移動してくるとやがてコーキングのところが乾いてきますよね。乾いちゃうともう意味がないんですよね。効かなくなっちゃうんですよ。でもこのジェルタイプだったらしっかりとどまってくれますし、あとはこのイラストの通り分厚く塗れますから乾きにくいですよね。ということでゴムパッキン、コーキング、シリコンの黒カビには非常に効果的なのかなというふうに思うんですけれども、では裏見ていきますね。塩素系ですから注意書きのところに多く赤文字が使われてますね。それだけ危険なものですよということなんですけれども、ちゃんとですねこの注意書きをしっかり読んで使い方もしっかり見てですね使っていただければ何も怖いものではないというふうに思います。で、面白いところがですね、この赤文字のところで必ず換気するというところで、換気扇を回したり窓や戸を開けるなどの対策をして換気してくださいよということなんですけれども、2箇所以上開けると効果的ということで書かれてますね。ここまで詳しく書いてるのは他ではなかったような感じがしますけれども、こっちのスプレータイプのカビキラーにも同じことが同じように書かれてますね。こっちの強力カビ入った見てみましょうか。あ、同じく書いてますね。2箇所以上開けると換気効果が高いということで書かれてますね。こっちのゴムパッキン用だったら2箇所以上開けてもですね全然大丈夫だと思うんですよ。というのはゴムパッキンのカビ落としって部分的ですよね。全体的にカビが入っているってことはなかなかないじゃないですか。だから使用量も少なくて塗りつけるスペースもですねそんな広くないですよね。であれば換気扇を回せば一番いいんでしょうけれども、換気扇を回さずに例えばお風呂の小窓のところを開けて、あとは入り口のドアも開けるというやり方は全然 OK だと思うんですよ。でもこっちのスプレータイプを使うときは場合によっては浴室内に結構黒カビがたくさん入っていて全体的にスプレーしないといけないっていうケースもですねありますよね。そういった時は2箇所以上開けるやり方は注意が必要ですね。というのはドアを開けっぱなしにして掃除をするとリビングダイニングの方に匂いがこう流れていく可能性があるじゃないですか。そうするとそこに例えば小さなお子さんがいたり塩素の匂いが苦手な方がいたりすると具合が悪くなったりすると思いますので、脱衣所のところでドアを閉めていただくか、リビングダイニングに誰もいない時に掃除をするか、さらに対策としてリビングダイニングの方の換気扇も回しておくかっていう風な対策をされた方がいいと思いますが、一番間違いないのは換気扇も回すということだと思いますけれどもね。で、次用途のところ、用途の一番上にゴムパッキン、コーキング等のカビ汚れと書かれてますけれども、でその下にですね浴室の扉、タイル目地、窓枠、それだけじゃなくて洗面所やキッチン周りのつなぎ目と書かれてますし、さらにですね結露を起こす部屋の窓枠とか、あと冷蔵庫のゴムパッキンとか、何を言いたいかというとお風呂以外にも使えますよという内容になってるんですよね。でもこっちの普通の方のカビキラーは用途の一番左上に浴室内のカビ汚れということで書かれてて、さらに細かく用途が書かれてまして壁やタイル、目地とかマットや小物類とかシャワーカーテン
とか扉等のゴムパッキンということで、すべてお風呂の中のものに使ってくださいよという内容なんですよね。あとで成分のお話もしますけれども、非常に成分は似てるようなものなのに、なんでこっちの普通のカビキラーはお風呂以外に使えなくて、こっちのジェルタイプは使えるんだというところなんですが、この塩素系の洗浄剤っていうのは使えないものが結構あるんですよ。ここにいっぱい書かれてますよね。もちろんこっちもそうですよ。ゴムパッキン用も使えないものがいっぱいありますけれども、例えばサッシの窓枠のところのゴムのところに黒カビが入ってしまった時、このスプレータイプでそのゴムだけ狙ってかけれないですよね。どうしても他のところにもついてしまうリスクが非常に高いですよね。一方でこっちのジェルタイプはこんな感じで塗れますから、ゴムにだけ塗ることが結構簡単にできるというところで用途を広めているのかなと。いわゆる使っちゃいけないものに飛び散って変色させてしまうリスクが非常に低いという意味でそうしているのかなというふうに思ったりしますけれども、で成分見ていきましょうか。成分次亜塩素酸塩、これが主成分の塩素剤ですね。次亜塩素酸ナトリウムと言ったりもします。で次が水酸化ナトリウム、これはアルカリ剤ですね。アルカリ度が非常に強いアルカリ剤です。これを入れることによってさらにアルカリ度が高くなって汚れ落ちが良くなるのと安定性も高まりますね。次亜塩素酸ナトリウムというのは非常に飛びやすい塩素剤ですが、アルカリ度を高めてると塩素が飛びにくくなります。その2つの理由から、まあ、そこそこ高めの 1% 配合していると。で次が界面活性剤アルキルアミンオキシド、このアルキルアミンオキシドというのは良性界面活性剤でして、非常に次亜塩素酸ナトリウムと一緒に使われることが多い界面活性剤です。あと安定化剤と、で液性がアルカリ性となってますね。で普通のタイプのカビキラ見てみましょうか。成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム 0.5%、 ゴムパッキン用の半分ですね。水酸化ナトリウムは界面活性剤アルキルアミンオキシド安定化剤ということで、水酸化ナトリウムの配合割合だけこっちが2分の1になっている以外は全部同じですよね。なのにこっちはジェルで出て、こっちはですね泡で出るというところですごく違いがあるじゃないですか。それはなぜかというと、家庭用品品質表示法で全て書かなくても 1% 未満の成分は書かなくていいことになっている成分もあるんですよ。その一つが増粘剤ですよね。こっちに増粘剤入ってますから、こんな感じでとろみがついてると、絶対増粘剤を入っていることがですね分かると思うんですけれども、そこが大きな違いですよね。でこのジアと水酸化ナトリウムと界面活性剤の組み合わせって、何もカビ取り剤だけじゃなくて他にもあるんですよ。見ていただきたいのが、この間ですね蓋の縁についた黒カビ落としにまさに使ったんですけれども、こちらです。トイレ入った、これは花王の商品なんですが、ちょっと成分見ていただきたいんですけれども、界面活性剤カッコアルキルアミンオキシド、そして水酸化ナトリウムカッコ 1% 次亜塩素酸塩ということで、しかもジェル、非常に似ていますよね。成分も本当に似ていますよね。この水酸化ナトリウムが 1% というところはまさにぴったり同じということで、普通のカビキラーよりもこの2つ似ているんですけれども、ということもあって私はこの前ですね、蓋の黒カビ落としにこのトイレハイターを使ったんですが、別にこれじゃなくてもトイレ用のジェルタイプの塩素系の洗浄剤ってあるじゃないですか。例えばジョンソンでいきますと、スクラビングバブルシリーズの超強力トイレクリーナーとか、あとはドメストもそうですよね。そういったものもお風呂の黒カビ落としに全然使っていいんですよね。ただ用途外になってしまうので、そこだけは自己責任の扱いになってしまいますけれども、全然使えるということになります。むしろドメストは水酸化ナトリウムの配合割合が 1.4% だったと思うんですよ。その分アルカリ度が高いので汚れ落ちはですね結構良くなるのかなと。さらに超強力トイレクリーナーなんて 2% も入ってるんですよね。水酸化ナトリウムの配合割合だけじゃなくて、次亜塩素酸ナトリウムがどのぐらい入っているのかというところの方が洗浄力に対しては大きなポイントとなるので、一概には言いませんけれども、そういったですねアルカリ度が非常に強くてお風呂の黒カビ落としに使えそうなものもですねトイレ用にはあるというところだけは覚えてて損はないのかなというふうに思いますね。これから使ってみますけれども、おそらくとろみはこっちの方が高いのかなというふうに思ったりもしてますね。やはりゴムパッキンにしっかり乗っかっててですね、流れ落ちないぐらいの粘度はあるのかなというふうに思ってはいるんですけれども、実際に使ってみないとわからないということで、早速ですね使っていこうかなと思います。
容量が 100g ですね、うん、結構少ないんですね。では塩素系ですからゴム手袋をしてですね、実際にやっていこうと思います。それで実際に黒カビにつけて掃除をしていくというお話をしたんですけれども、それほど目立った黒カビがですねないんですよね。でもこの蓋を取った排水口の周り、ここ少し黒カビが入っていました。ここですね、まあそんなに目立った黒カビではないんですけれども、この黒カビでですね試してみようかと思います。はい、こんな感じですね。ではつけていきますね。あ、口が結構細いんで、これだとしっかり黒カビだけにですね塗ることができそうですよね。うん、かなり硬いジェルですね。とろーっとしてますね。でもこのぐらいの斜面があると流れ落ちていってしまいますけどもね、いくらかは。うん、ちょっと塗り伸ばした方がいいかもしれないですね、こんな感じで、うん、そうした方が量の節約にもなりますし、しっかり塗れるのでいいかもしれませんね。はい、塗りつけた状態はこんな感じです。放置している間にまだ台紙に書かれている使い方のところを確認していませんでしたので、ちょっと見てみたいと思うんですけれども、一番気になるポイントがどのぐらい放置するかですよね。15から30分放置するということで、非常にひどい黒カビ、根がこうぐんぐんぐん中に入っている濃いめのですね黒カビの場合は30分だったら落ちきれないのかなというふうに思いますけれども、あと面白いのがその下の下、赤文字になってますけれども、ウェットティッシュは使わないと書かれてますね。もしかしたらそのウェットティッシュの含まれている成分とカビキラーの主成分の塩素剤が反応してしまう恐れがあるのかなというところで使わないでくださいよというふうになってるんでしょうかね。あと面白いのはですね、使い方の一番最後の赤文字のところ、作業後は必ず手を洗い、その後顔目も洗うと書かれてますね。しかも赤文字。皆さんカビキラー使った後顔と目洗ってますか？私はそこまでやっていないんですけれども、ちなみにこっちのカビキラーどうなってるんでしょうかね。あ、同じですね、赤文字になってて、その後顔目も洗うということで、こっちのカビキラーであっても手だけじゃなくて顔と目も洗わないといけないと。ちなみに顔はどうでしょうか？ありましたけれども、作業後は必ず手を洗うだけで、顔とか目を洗うということは書かれてないですし、そして赤文字でもないですよね。こういったところがですね見比べるのが面白いですよね。私だけかもしれませんが、メーカーのその伝えたいポイント、特に伝えたいポイントはですね赤文字にしたり黄色にしたりしているんですけれども、そこの違いでですねメーカーの考え方が分かったりするんですけれども、カビキラーは顔と目まで洗わないといけないということみたいですね。では15分ほど放置してみようと思います。もうすでに少し経っているので合計20分ぐらい落ちたような感じになるかと思いますけれども、20分後ぐらいでどの程度落ちているのか後ほどお見せします。はい、あれから20分ほど経過しましたので、液をティッシュペーパーで拭き取っていきます。はい、ではカメラを近づけて見ていきます。はい、こんな感じです。そもそもあんまり黒カビなかったんでよくわからないんですけれども、どうでしょうか？いくらか綺麗になっていますでしょうか？このぐらい離すともうわからないですよね。もう十分綺麗になっているのかなといった感じはしますけれども、はい、ということで今回はこちらのゴムパッキン用カビキラーについていろいろお話をさせていただきましたし、実際に使ってもみましたがいかがでしたでしょうか。使ってみた感想としては、思ってた通り粘度が十分高いしっかりしたジェルがですね出てきました。ただ硬いジェルだけにですね、今回やったこの蓋の縁とか、あと壁面のようなところだと、そのジェルがですねずるっと落ちていってしまうということもありますね。それを防ぐとすれば、塗り広げるっていうふうなことをするとですね、そこにしっかり留まってくれるのかなという感じがしました。そういうふうなことをするとですね、量の節約にもなりますよね。ちょっと手間はかかりますけれども、あとドロッとしっかり硬いジェルのものとですね、
さらっとしたですね、粘度がそれほど高くない液の両方が出てくるような感じですね。もちろんそのさらっとして流れ落ちやすい方はですね、それほど出てこないんですけれども、そっちの液が今回やったようなところだと流れ落ちていってしまいますので、リビングダイニングとかのですね、窓枠のゴムの部分だけに塗りたいという時にはですね、そこ注意した方がいいですよね。で、何を注意するかというと、そのとろみがない液がじわーっと広がっていきやすいですから、ゴムのすぐそばに例えばアルミとか木具とかですね、カビキラーに弱いような素材があると傷んでしまったり変色したりすることがありますよね。なのでそこは注意が必要ですね。具体的に私だったらどうやってやるかというと、小皿に一旦取って、その後綿棒のようなものでこう塗り広げていくとか、マスキングテープとか養生テープをカビキラーがついてはいけないところに貼ってしまうとか、どっちもめんどくさいんですけれどもね、そういった対策をされるといいのかなというふうに思ったりしました。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。